日本ハムドラフト1位の清宮幸太郎内野手、早実が8日、千葉、鎌ケ谷市のイサム翔陵に入寮した。午後1時40分、家族の運転する車で到着。学ラン姿にリュック、バットケースを担いで玄関に入った。第一声は、多くの報道陣に、うわ、すごいなと、驚きの表情。入寮の心境を、まだまだ先のことだと思っていたが、今日という日を迎え、早く環境になりたいと語った。野球道具や生活必需品以外でこだわりのグッズなどを持参したか問われ、特にないですね。欲しいものあれば言おうと思いましたが、ないですねと笑顔で頭をかいた。野球一式の生活に向けて、今まで以上に野球に対する時間が多くなる。バッティングはもちろん、守備も任されたところでしっかりできるよう練習したいと意気込んだ。午前中には、大谷翔平投手がグラウンドで練習を行い、さらに祝日ということもあって、多くのファンが集結。清宮君、頑張って。という声援が飛んだ。テレビカメラは13台、20人以上のカメラマンから無数のフラッシュを浴びて、笑顔。寮の入り口には白線で描かれた立ち止まり禁止エリアが設けられ、私服警備員も含めて複数体制で清宮をフォローした。また先月29日に父方の祖父光一さん、今月4日に母方の祖母中江千恵さんが逝去。寂しかったですが、入寮前にお別れができたので。天国で見守ってくれていると思いますと語った。